ビムホフは様々な寒冷な環境に関わる記録を持ち、アイスマンの通称で知られるオランダ人。彼は普通の人々よりも寒冷に耐えることができるようになるというビムホフメソッドを開発した。彼の体は低温に耐える自然な能力を持ち、褐色脂肪組織をより効率的に活性化させ、 普通の人間より体温を高める能力が高いことが検証によって明らかになっている。ホフはアンドレと共に一卵性創生児で生まれた。カトリック教徒の家庭で九人兄弟で育ち、兄、ロブ・ホフはドキュメンタリー映像作家となっている。初級実務学校に学び、彼自身のことによれば、12歳の時にあらゆる種類の文化や言語への関心を抱き、また、仏教、 ヒンドゥー教、インディアンやマサイ族の自然宗教など、様々な形の秘伝的な思想や宗教にも関心を持ったという。ホフによれば、すでに自己統制に関心を持っていた17歳の時に、公園で冷水に1分間浸ってみたことから、氷や冷水への挑戦が始まり、やがて呼吸法を体得して、無呼吸で5分から7分程度氷水に入れるようになったという。ホフによれば、 アムステルダムやポーランドで生活する中で極端な寒冷に耐えることができるようになり、いくつかの鍛錬法を身につけたという。2007年5月、記録を残す目的で、つま先が凍える状態で標高7400メートルに達した。ショーツとサンダルという格好でエベレストの頂上を目指した。気温は氷点下25度から30度であった。ホフはそれまでにも9回。 ギネス世界記録に申請していたが、この遠征では10回目の申請を出した。ホフは、それ以前にも、雪山に急峻な岩壁を登るための道具や、安全のための装備なしに、素足で登っていた。1998年末には、北極点で40センチメートルの厚い氷の下で、水着だけでの貫中水泳をした。1999年3月には、 北極海の海中を水深50メートルまで潜水した。2000年2月にはフィンランドで氷点下20度の気温の中、氷の下を潜水して100メートルを泳ぐことに挑戦した。本人によれば6分間以上息継ぎなしていられると言う。2000年3月16日、ビムホーフはフィンランドのコラリ付近で熱い氷の層のもを57.5メートル泳いだ。 2007年1月26日には、フィンランドのオウルの近くで、北極圏内で気温が摂氏で氷点下20度から30度という中、素足でハーフマラソンを走った。乾燥した時には2度の凍傷を足に負っており、こらりの病院で処置を受けた。2時間16分34秒というタイムは、ギネス世界記録に認定された。この試みは、ディスカバリーチャンネルが、番組、 ザリアルスーパーヒューマンズザクエストフォーザフューチャーファンタスティックのために撮影し11月4日に放映された。2007年6月、ホーフは氷の中に居続ける世界記録を更新した。アウベハンス動物園の北極グマ社に用意されたキューブ状の氷で満たされたコンテナの中に顎まで使って70分35秒を過ごした。この記録は 2008年4月21日に43歳の中国人ジントゥワンが北京で1時間半の記録を作り破られた。2009年初め、ホフはタンザニアでほとんど裸同然で氷点下15度のキリマンジャロの5892メートルまで登って世界記録を達成した。2014年末にも再びショーツ姿でキリマンジャロに登った。この時には 26人の同行者たちと共に、登山開始から48時間以内に頂上に到達した。2008年末には、もはや遊園地の見せ物にはなりたくないが、自身の技術を他者に伝えることを通して、人類に奉仕したと述べた。しかし、2010年3月26日には、それ以前の姿勢に立ち戻り、キューブ氷のコンテナに1時間44分12秒に、浸っていた。 2010年7月にはこの記録を自ら10秒更新したが、今回はエネルギー供給会社、ヌオンの宣伝と連動する形での試みであった。この時の記録1時間44分22秒は2011年1月1日に地球温暖化への関心を喚起するためとして、香港で行われた、ホフ自身の再挑戦で1時間50分に更新された。 2015年の時点で、ホフの記録は1時間52分42秒とされ、延べ20件のギネス記録を持っているとされた。ホフは精神的な鍛錬によって人間は自分の神経系に影響を与えることができると考えている。彼は自身の循環器に影響を与える技法を教える学校を設けている。彼の言うビムホフメソッドは呼吸の技法と 徐々に寒冷な環境に順応することで、自分の体は低温への耐性が高まるという信念を結びつけたものである。彼はまた、チベットの瞑想技法であるツンモを取り入れており、彼自身のことによれば、自らの意志と呼吸によって、神経系を通して熱を生み出す助けとなるのだという。この実践によって、より多くの酸素が血流によって運ばれ、 中枢神経系に作用するのだという。ホフの考えでは、酸素が体中に行き渡ることで、体はアルカリ化するという。2015年1月14日、ホフは、メソッドを学ぶ弟子たち18人とともに、ショートパンツ姿でのキリマンジャロへの集団登山を観光した。ホフの考えでは、このメソッドは、リウマチや糖尿病の患者の改善にも役立つものであり、 また、広い意味での癒しの効果もあるとしている。彼は、それぞれの病気は、その原因が免疫系のバランスの乱れにあると考えており、病気の90%は治せるものだとしている。呼吸法の鍛錬の中では、一種の過呼吸を起こして、短い間、意識を失うこともある。このような状態が水中で起こると、いわゆる浅水失神に陥り、命を落とすこともある。 2016年5月と7月にアムステルダムの新聞ヘッド・ペルルはビムホフメソッドの実践者から4人の死者が出ていると報じた。歴史者が出たことは一部の例では検視報告書によっても確認された。遺族の中にはこの鍛錬法が歴史と関係があると疑い警鐘を鳴らす者もいる。ビムホフ自身は鍛錬は安全な方法と場所を選んで行うべきだと述べている。 ホフについての科学的な検証は複数の科学的な研究機関によって行われてきた。2014年の研究は彼のメソッドが特定の呼吸法によって免疫系に作用することを示したが、それはホフ自身が2011年の時点で考えた精神集中や瞑想によるものではないとされた。また、この研究ではホフの体が低温に耐える自然な能力を持ち、 褐色死亡組織をより効率的に活性化させ、普通の人間より体温を高める能力が高いことを明らかにした。ホフによれば2007年にはニューヨークのファインス体医学研究所が彼を検査し、さらにフィンランドのオールにある低温生理学の研究所で Z 戦闘機のパイロットが経験する極端な低温の作用を検証している奥佐教授の指導の 元でも検査を受けたという。それによれば、彼の体感性は、長年の鍛錬を経て極端になったものとされた。2010年以降、ホフは、内名編のラドバウド大学の教育病院である生、ラドバウド大学医療センターの研究者たちによって、どうして、このようなパフォーマンスができるのか、研究されることとなった。ホフが氷風呂に使っている間、瞑想している時に、 内毒素の働きに関する様々な検査が行われた。彼の体は平均より高いコルチゾールの値を示した。また、免疫反応は通常より50%低く、炎症性タンパク質が少ないことも分かった。ホフ自身は精神集中と瞑想によって自分の自律神経系や免疫反応に作用を及ぼすことができると、 主張していたが、瞑想が自律神経系や免疫反応に作用を及ぼすという科学的証拠は見出されなかった。ついで研究者たちは、保府が訓練した人々と、そうではない普通の人々の対象実験を提案した。保府によって訓練を受けた12人が介入群となり、訓練されていない12人を統制群として、新生細菌である大腸菌に由来する内毒素の 血流中の状態が検査された。訓練を受けていた介入群の対象者は、呼吸技法の実践によって、生体組織への酸素の供給が抑えられ、体のアルカリ化の傾向が認められ、アドレナリンは初めてバンジージャンプをする人の水準をさらに超える高い値となった。よく多く認められた炎症性タンパク質の中には、インターロイキン10も含まれていた。 介入群は、統制群に比べて、病気の兆候は少なかった。この実験結果は、訓練を受けた人々が、免疫反応に何らかの作用を及ぼしている、可能性を示唆するものであった。フォルヘンス・ウーター・ファン・マルケン・リヒテンベルトは、ビムホフメソッドが免疫系に作用することが、この結果によって、決定的に明らかになったとしたが、メソッドの、どの要素が、 どのように効果を及ぼしているのかは決定しがたい、とした。また、呼吸技法が自律神経系に作用して、より多くのアドレナリンが出た可能性も考えられた。研究者であるコックスとピッカーズによると、深呼吸と長く息を止める行為を交互に繰り返すと、血液中の水素イオン指数や酸素量に大きな変化が生じることは、すでに以前から指摘されていたという。 高い水準のアドレナリンが免疫系の働きによって生じることもすでに知られていた。研究者であるピッカーズによれば物理的なストレスは心理とは無関係だという。科学ジャーナリストのマルセル・フルスパスは実験によって明らかにされた免疫反応の低下はホフが病気に侵されにくいわけではないことを示していると述べた。マーストリヒト大学で その後に行われた研究によると、ホフと一卵性ソーセージであるアンドレにも同じように寒さへの耐性があることが明らかになった。アンドレはビムホフが編み出した大会訓練を受けていないが、呼吸技法は同じものを習得していた。研究者たちが明らかにしたところによれば、二人とも体感性を持っており、褐色脂肪組織をより効率的に活性化させ、 普通の人間より体温を高める能力が高いが、褐色脂肪組織の量が多いわけではなかった。研究者、ウーター・ファンマルケン・リヒテンベルトは、褐色脂肪組織の存在と活性化について、これこそが鍛錬の有無などより、寛容なことであるように思われると述べた。この研究からは、さらに、呼吸技法が熱の発生を高めているときには、呼吸の過程における強力な、 生態的筋収縮が生じていることが示唆された。また、筋収縮の際には、グルコースの増加が認められた。ホフは、その発言が、しばしば批判の対象となってきた。彼は、リュマチや多発性硬化症、あるいはがんの患者にも、このメソッドが有効かもしれないと主張している。研究者のピッカーズとコックスは、彼らの立場からすれば、正当とは言えない。 このような健康への効果を宣伝してはならないと警告した。ホフはまたメディアに対して検査の結果、彼の体は新生細菌を比較的速やかに除去する、あるいは12人に通常は5時間から8時間に渡り気分が悪くなるバクテリアを注射したが、全員が15分以内にその症状を抑えてしまった、などと同様の発言をしているが、これは 実際の検査の結果とは異なっていた。ありがとうございます。